ザ！ピッコロ？おめえどうしてここに？やつの後をつけてきたのだ。その二人と言ってもやつは倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ？勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して、今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勝手にしろ。悟空、無茶をするな。わしらもやれるだけやってみよう。三人一緒に戦えばなんとか。クリリン、ダメなんだ。線路には同じ願いは二度と頼めねえんだって。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえばどっちみちみんな殺されるじゃろ。そうだよ。だから俺たちにも協力させてくれ、悟空。クリリン、じっちゃん、すまね。よし、こっちから行こう。ブルマ。そうか、ごはんくんの帽子のてっぺん、ドラゴン。よし、行くぞ。待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。カカロット。勝負っちゅうが。聞いた風なことを。カカロットよ。貴様を仲間にするのはもう我が一族の恥だ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。俺の力を拒むのだから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば、見苦しい戦いをするな、孫悟空。ピッコロ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか？すまねえな。そら！ちっと逃げやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。何？戦闘力1307。
その程度の攻撃なんぞ。万国びっくりした。何？じっちゃん。今じゃピッコロやれ。魔眼光殺法。この俺がこんな雑魚とも。おめにご飯を預ける。悟空、本気か？あん時はおらピッコロと組むことを断っちまったけんど、ピッコロは助けに来てくれた。確かにピッコロが来なきゃ俺たちは死んでたかもしれないし。ご飯、おめはどう思う？ほら、生まれ変わったピッコロはむちゃくちゃ悪いやつじゃねえって思うけんど。僕はもっと強くなりたい。ピッコロさんと修行してみます。覚悟ができているのなら早速修行に向かうぞ。頼んだぞピッコロ。みんなかなりの力つけたみてえだな。いつまでもお前の後を追ってばかりだと思うなよ。俺の新技の完成度もようやく上がってきたし。それぞれ磨いてきた技を試す最後の場となるだろう。それでと、ヤムチャ、オラとやんねえか？ああ、いいぜ。遠慮しないで思いっきりかかってこいよ、悟空。ああ、もちろんだ。やっぱ強いな悟空。ちょっとぐらいならいけるかなって思ったんだけどな。Thank you.
まずはカカロットがいい。弱虫ラディッツに勝ったからっていい気になるんじゃねえぞ。動けないサイヤ人など必要ない。なんで仲間を殺したんだ。ふん、下級戦士一人すら始末できんやつなど俺の部下には必要ない。ほら、どうにもおめえのことが気に食わねえ。どうやら貴様もサイヤ人失格のようだな。おお、貴様ナメック星人か。ナメック星人は魔法使いのようなことができるやつもいると聞いたことがある。そうか、ドラゴンボールとかいうのを作ったのもさては貴様だな。さあどうだろうね。戦士のカカロットがサイヤ人の王子である俺に傷を。
くらいに弱っている。倒せるチャンスは今しかねえ。やった勝った。俺たちの力で奴をやっつけたんだ。もうオラにゃほとんど力残ってねえや。この程度のことでだらしがないやつだ。サイヤ人。大丈夫だ、ご飯。とんでもねえやつだったけど、墓ぐらい。貴様らの墓をか。の。まだそんなことをする力が。今だ。魔漢光散歩。ソン。
クリリン、すまねえが。悟空はドラゴンボールで生き返る。そして、ジータ、まさかこんなすぐに来るとは思わなかったぞ。カカロット、貴様が生き返っているということはドラゴンボールの力はどうやら本物らしいな。いいか貴様ら、今すぐドラゴンボールで俺を不老不死にしろ。いいか、よく聞けよ。そのドラゴンボールとやらをこの宇宙を支配しているフリーザが狙っている。貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。それほどにフリーザの力は強大だ。だが俺が不老不死になればフリーザにも勝てる。貴様らは黙って俺にドラゴンボールを差し出せばいい。ふざけるな。悟空を殺したお前にドラゴンボールを使わせるわけがないじゃないか。それにベジータや悟空よりも強い奴がいるなんて信じられないな。ベジータ、どちらにしてもドラゴンボールをおめえに渡すわけにはいかねえ。地球はオーラたちの手で守る。ふん、なら力ずくで奪うまでだ。みんな、オラ一人に任せてくれねえか。ああ、分かった。頼むぞ、悟空。ベジータ、この目よりもさらに強くなってやがんな。当然だ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。行くぞ。これが宇宙。ほんの少しずつでいい。電気を上げてくれ。来た。貴様らと戦っていた時の俺だと思うな。だがそれはオラも同じだ。おめえだけじゃなく、オラも強くなってんぞ。小ざけ、条件が同じならサイヤ人の王子であるこの俺の方が強くなっているに決まっている。カカロット、貴様俺と共闘しフリーザを倒さないか。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。その間に俺たち二人で修行すればフリーザを倒せるかもしれん。待て、フリーザというやつが地球を狙っているなら
なぜ？フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。俺は奴らが使えないルートで地球へ来ただけだ。それが本当なんて証拠どこにも。みんな、ベジータは多分本当のことを言っている。ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。自分よりも強いやつがいるなんて嘘を言い、そんな嘘をつくくらいなら力ずくで奪うことにこだわるはずだ。じゃあ本当に悟空やベジータよりも強いやつが地球を狙って。どうやら本当に手を組むしかないみたいだな。さあ、次はドイツが相手だ。チュイを倒したぐらいで調子に乗るんじゃねえぞ、ベジータ。ようやく出てきたか、ドドリアさんにザーボンさんよ。愚かなやつだ、ベジータ。地球人と手を組んだところでフリーザ様にかなうと思ったのか。当たり前だ、地球人を当てになどしていない。待てよ、そういえば地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたとフリーザ様が気にされていたな。オラがその地球育ちのサイヤ人らしいぜ。まさかベジータと徒党を組むとは。サイヤ人ごときが我々に勝てると思ったのか。ベジータと一緒に殺してやるぜ。私も加勢しよう。俺の本気を見せてやる。もう少しずつでいい。現金を上げてくれ。
てやる。なぜサイヤ人がここまでの力を。一旦フリーザ様に報告せねば。そうはさせるか。まずはお前からか。おいグリだ、分かってると思うが殺していいのは一人までだからね。ああ分かっな。で今のうちなら痛い目に遭わねえで済む。消えた方がいいぞ。なによかった。ちサイヤ人ごときが舐めやがって。貴様らに教えてやろう、真の恐怖というもの。FM バータージェイズグルガギミュー、みんな揃ってさあ、
少しずつでいい。電気を上げてくれ。来た。頭に来ちゃってたかな。やったんだから、あとでチョコレートパフェおごれよ。ってことはこれで悟空が宇宙一ってわけだな。なんだと。おい、こんな数にどれだけ時間をかけるつもりだ。おい、俺も出るぞ。ほら、ワクワクしてきたぞ。もう少しずつでいい。私が出るか。義乳隊長、ようやく一番強いやつが出てきた。ワクワクしてきたぞ。
しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。我々気流特戦隊が負けるなど。早速試させてもらおうかな、ベジータの力を。ベジータ、いきなり何するんだよ。ギニューさん、地球人よりもまずはそこ。わかりました。ギニューさんだと。なんだ、ベジータのやつが裏切ったのか。わかんねえけど、今とにかくやるしかねえ。私が命じたドラゴンボールの創作はどうなったんです。それがフリーザ様、こいつらの他に高い戦闘力を持つ者がどこにも見当たらず。ほんの少しずつでいい。電気を開けてくれ。来た。なるほど、こいつらは戦闘力をコントロールできますからね。ドラゴンボールを作ったナミック星人は戦闘力を低く。おのれ、ベジータの体を使っても勝つことができんとは。こうなったらお前チェンジ。どいてろ、カカロット。ようやくチェンジを使いやがったな。おのれ、ベジータ貴様。こうなれば多少は戦闘力が落ちようとも。動きが
一瞬止まった。今の地図はチャンス。この私と一対一で戦う？おーほほほ、初めてですよ。ここまで思い上がったおバカさんは。いいことを教えておいてやる、カカロット。フリーザは変身ができる種族だ。ほう、よくそのことを知ってましたね。どうしては？義乳の野郎が口を滑らせやがったんだ。変身ってあの大猿みたいにか？あんな醜い変身とは一緒にしないでください。私はパワーがありすぎるために抑えているだけですよ。ならさっさとその変身を見せた方がいいぞ。全力を出す前にやられちゃ悔やみきれねえだろう。ここまで私をバカにするとは。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやる。驚きなさいよ。すげえ気だ。一気に倍近くまで膨れ上がったぞ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。もう少しずつでいい。電気を上げてくれ。来た。少し時間をかけすぎた。ジータ。どうしました？カカロット、さすがの貴様も勝算もなくフリーザと戦ってるわけじゃないはずだ。あ、元気玉って技だな。フリーザでも元気玉を打つには時間がかかりすぎてどうにも打てそうにねえんだ。ならどうするつもりなんだ？他の仲間を戦わせることはできない。ほらがひっ。バカな、なぜまだ戦うんだ？俺よりも弱いお前がフリーザに勝てるわけがない。下級戦士であるお前がなぜフリーザに立ち向かえるんだ？
戦いにも飽きてきましたね。そろそろ終わらせましょうか。大サービスでご覧に入れましょう。私の最後の変身、私の真の姿をご覧に入れましょう。お待たせしました。地獄以上の恐怖をお見せしてあげますよ。何をしているバカめ。最後の先祖を食い上がれ。それベジータきっとおめえもさっさと食わないのならその先祖を消し炭にしてやるぞ。すまねえベジータ。頭に来る野郎だ。貴様の方がダメージを負ってるくせにこの俺に気を使いやがって。そうだ、貴様は最初からサイヤ人らしくないやつだった。仲間を守るために強さを発揮する。そんなサイヤ人など俺は聞いたことがない。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。ジータならば俺が貴様に見せてやる、本物のサイヤ人の力をな。それ無駄だよ。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。近く見えているぞ。殺してやるぞ。さっきからちょっと邪魔ですよ、ベジータさん。ベジータ、何自分時間がかかっちまうのか。元気玉の大弱点だ。あのフリーザー出ちゃベジータがもたれる。無駄だよ。あれは、まさかエネルギーの塊。安心するといい。貴様を殺した後一人残らずこの俺様が地獄を見せてやる。マカンコーンサッポー。ゴアン、ピッコロ、なんでここに。あのガキ、それにナメック星人は何だ。どこから現れやがった。ナメック星人、そうか、奴らが。よくもこのフリーザ様をコケにしてくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ、ここだ。こんなもの、こんなもの、こんな、うわ。
勘違いするなよカカロット。俺は貴様らの仲間になったつもりはない。貴様はいずれこの俺が倒すということを忘れるな。せっかく祝勝会に誘ってやろうと思ったのによ。まあまあ、パーティーが始まったらそのうちひょっこり来るかもしれないしさ。今度ベジータが姿を見せるのは俺たちと本気で戦いに来るとき。かもしれねえな。脅かすなよ悟空。ひとまず今はフリーザたちを倒せたことを喜ぼう。ベジータのやつも今すぐリベンジに来るわけじゃないだろうしな。あ、なんだかおらすげえ腹が減っちまったぞ。悟空たちの戦いによってフリーザは倒され、地球に銀河に平和が訪れた。しかし悟空の戦いは終わらない。まだ見ぬ強者が、世界の危機がある限り悟空の戦いは仲間と共にまだまだ続いていく。